どうしたんですか？落ちてます、私。ほんで？ ほんでじゃなくて、落ちとるやって。今結構落ちとるやって。落ちてます、はい、はい、落ちてます。ほんで？ なので、占いします。え、うん、まあ、占いの案件が来たんですよね。まあ、そう、今回はその電話占いの案件をいただいたのもあって、うん、まあ、最近ね、あなたがこういうネガティブな気持ちになってるのも含め、まあ、ちょっといろいろね試してみたいと。電話相談ということでね。ということで、みんなの電話占いの運営担当の松本さんからちょっとお手紙いただいたので、ちょっとこちら。松本ちゃんから？松本ちゃんから来たので。ああ、はいはいはい。舞様、はじめまして、みんなの電話占いの運営担当の松本ちゃんです。いつも激しく共感し、うなずきながら動画を拝見しております。この度、舞様にみんなの電話占いをお試しいただきたく、ご連絡させていただきました。忖度遠慮なしで思う存分お悩みをご相談いただきたいと考えております。弊社サービスでは多くのお悩み相談を受け、それぞれの人生に寄り添ってきた経験豊富な占い師が揃っています。今回は特に人気の占い師3名を選出させていただきました。忖度なしでリアルな感想をお伝えいただいて全く問題ございません。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、みんなで、みんなの電話占い様からお手紙をいただいております。ありがとうございます。いや、マジ私の今の状況にぴったりやね。うん、まあまあ悩んでることいっぱいあるからね。悩んでる、まず何を悩んでるかって言ったらね、まあこの間一個前の動画にも出したんだけど、仕事ですね、とりあえず仕事。そして子育てのこと聞きたい。5人子供いるからさ、やっぱね、いろいろね、なんかどうやって育てればいいのかとか、まあ自分も子育てに対して結構悩むこと多いんですね。それからどうやって育ててたら、まあ子供たちが元気に健やかに育っていけるかをちょっとアドバイスいただきたいなというところと、あと、まあ夫婦問題ですね、今日は占っていきたいと思います。はい、それであなたにとって占いについてのイメージってどんな感じ？占いはやっぱりその信じる人と信じない人がおるじゃない。うん、だからまあ信じない人からしたら何言ってるんだろうって思うかもしれないけど、うん、やっぱ占いはやっぱ信じてる、信じるというか当たってるなっていうのはあるかもしれない。まあ藁にもすがりたいみたいな感じの気持ちだよね。そう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 、やっぱ上がり下がりあってこその人生やから、その下がってる部分の時にやっぱどういう風にしていったらいいか、方向性とかも、うん、うん、やっぱ教えてもらいたいよね。24時間365日、うん、いつでも利用可能だと。え、すごくないそれ。いや、夜中とかでも全然できるってことか。うん、通過率が 3.7% の厳選された占い師のみが在籍してます。鑑定件数64万件以上。おー、すごいね。そんなに使ってるんだね、みんな。そう、使ってる。で、そう、皆さん面白いのが、これまあ一応案件ではあるんだけど、はい、忖度なしでいいってなかなかないじゃん。そう、なんか案件って結構そのやっぱりなんていうの、いい風に押してほしいっていうのはやっぱ多いじゃないですか。あ、そうだね。うん、でもそれも私も使ってやから、まあいいんですけど、この忖度なしでリアルな感想をお伝えいただいて全く問題ございませんってね、うんうん、初めて。こんなこと書かれたの初めてだ。うん、まあ当たってなかったらじゃあ当たってないって言いますね。もう言うよ、俺も当たってねえっていう。一番最初に相談する先生、名前が大和先生。ヤマチン。ヤマチン。得意な鑑定がやっぱ恋愛だって。うんうんうん、おー、恋愛か。そう、恋愛。で、恋愛で一番大切なお相手の気持ち、うん、相手の今、あなたをどう思ってるかとか。口コミ4000件ってえぐいよ。ちょっとこのまま待ちましょう。もしもし、人間の大和でございます。よろしくお願いいたします。はい、今やってる作業なので、はい、まあ、すごく自分の中でいっぱいいっぱいで大変だけど、このままやっていけるかっていうところね、うんうん、そうですね。あと、この他に、まあ、今ライブを始めてこの媒体で、ね、こういうの道で合ってるのか、これを見ていきます。すごくこう敏感な感性で頭の回転もいいから、あのどちらかっていうと普通の主婦とかね、うん、普通の仕事だけで終わると本当にちょっとね、もったいない。おだから、まあ、さすがやっぱりインフルエンサーになるだけのものがあるっていうのが、あなたはクリエイターなんです、生粋の。別におだてたわけじゃなくて、はい、マイさんの場合基本的にあの、ね、興味のあることしかやっちゃダメ、興味のないことをやると本当に疲れるので、ストレスが10倍かかる。あ、わかる。自分、うん、わかるよね。で、自分の中でね、例えば私これをやりたいって、これをやって楽しい、ワクワクしたい、ドキドキして自分が充実したいって思うことだったら、あなたはあなたの頭脳と細胞とね、うん、あなたの感覚を使って120%発揮できるわけ。はいはいはい。例えばこのね、まず一つ目のさ、はい、ね、YouTube の他
違う媒体でライブ始めたりしている、うん、この道合ってるか、これはちなみにいつ頃始めましたか？これね、2週間前ぐらいですね。おお、じゃあいいじゃん。あのそう去年おととしこのね2年ぐらい、はい、で今ね2024年っていうのは、うん、結構ねまあ良くなってきている、うん、っていうか、うん、なんだろう、今年の下半期から上がってきてるの、実は。感じ、ね。うん。22、23、結構大変だったと思う。なんか、うん、結構ズドンと落ちる。あまりよろしくなかったはずなの。ああ、よろしくなかった。もうトラブルばっか。ね、かわいそうに。これ、あなたのミスではないよ。これはもう、はっきり言うと、もう、運気悪すぎだから。あ、そうなんだ。2024年の4月7日から、ゼロだった運気が、はい、例えば毎日、海外をパンパンパンと上がって、うん、で、どんどん上がって、はい、で、下半期からまた一気にガッと上がって、今、85点。あ、ほんの高い。10月、11月、12月でどんどん上がってきて、うん、85点まで来た、このちょっと前にね、うん、新しい媒体を始めた、この道合ってるのか、いやもう合ってるとしか言えないよ、ね。本当？で、今すぐ、例えばこの1ヶ月、2ヶ月で結果が出なかったとしても、うん、続けてほしい、SNS とかで。これ始めたのはいつ頃ですか？これは、2年半前ですね。まあ、始まりの時ではあるか、まあ、40点ぐらいの運気とか、そんなもん。よくこの状況で低迷の状態からインフルエンサーにまで伸びてきたけど、これは才能しかないな。だから運気悪くてここまで来たってことはもう才能しかない。ってことはきっとあなたは好きなことをやってきたんだと思う。ひとすらにね。だからこれからも好きなことをひとすらにやって、なので、まず一つ目の、うん、この今始めた道は合っている、はい、そしてギリギリっていうところで言うと、実は抜けるところは抜きましょう。好きなことをやっていればあなたは天才でいられるし、あなたは稼げるんです。ただ好きでないこと、興味ないことを仕方なくやると、はい、全然ダメだから、ダメダメちゃんになっちゃうから、はい、やめたくなっちゃう。だからもうとにかく感性の赴くままに、うん、翼をパッと広げて、うん、興味のあることをやっていく。ただ運気だけは大事だから、うん、ちゃんと見極めなきゃいけないから、うん、必ず2月3月に断捨離しといてください。断捨離、はい、うん、それだけね。ちょっと問題ね、これ、はい、夫の離婚が浮上、うん、あなたが稼げば稼ぐほどちょっとこの人紐なんないように気をつけてね。めっちゃ当たってる。心配なんだけど、なんか君が稼いでくれるかなみたいな、こいつは甘えすぎるからさ、あんまりダメになったら、これ、こんな言い方していい？うん、いい。あなたが愛情がある間は大切にして一緒にいたらいいけど、うん、もし愛情がなくなってしまって、うん、彼がもしあなたに頼るようになって働かなくなったりね、うん、ちょっとね、あなたの足引っ張るような足手まといみたいになっちゃったら、うん、ちょっと真剣に考えて、離婚もね、考えた方がいいぐらいの感じはする。だけどちょっと、うん、それは彼の性格、性質を今見てるから。ああ、お願いします。で、今、適当に言ってないよ。うん、いや、当たってる、当たってる。喋りながら、霊視を伊藤慎吾でやってまして、すごい。この男、ちょっと、あまり甘やかすと、ちょっと怠けるかもって、ちょっと心配っていうのが出てます。ああ、やっぱ。君がね、まず結論から言うと、うんはい、相性はいいんですよ。で、次に、まあ、結構、良縁ではある。良縁、良縁なの。だから、まあ、嫌じゃなかったら一緒にいてあげて。ね。さっき言ったように、あなたの仕事をしていく上で、あなたが人生を生きていく中でね、うんうん、あ、もうなんかこの人は私に重荷だわってなっちゃったら、うん、愛情がある間は一緒にいてあげたらいいのよ。うん、だけど、あ、こいつも本当働かないし、私仕事して私が家庭を支えて、うん、もう彼に対して愛情なくなっちゃったわってなったら、うん、それはまあ、円満離婚も辞さないぐらいの。あなたが彼を愛してる間はいいけどね、うんうんうん、ただ、彼はあなたのこと大好きよ。めんどくさい男だけど、めんどくさい。まあ、わがままで、子供っぽい、甘ったれなところもちょっとあるのかなって思ったんだけど、うん、でも、彼はあなたのことを愛してるから、うん、まあ、離婚の危機が何があったかとかね、根掘り葉に聞く気はないけれど、うん、ただ一つ言えるのは相性がいい、そして良縁である、うん、ただあなたの人生の中ですごく彼は重荷になって、うん、彼がいると自分の人生が輝かないとか、自分が生きたいように生きられないっていう風になったら、うん、初めて決断すればいい。あ、それはあなたが決断することであって、うん、彼の方から離婚ってこの感じだとないと思う。ないと思う。言ってたとしてもね、離婚だって言ったとしても大きいじゃないでしょう、うん。ああ、そう、そうか、この、そうだね、そうだ、そうだ、確かにそうだ。うん。絶対口では言うけど、かまってほしくて。かまってちゃんなんだ。そう、かまってほしくて。めんどくさ。言うけど、彼はそう、めんどくさいの。だから、本気で離婚って考えてはいないな。だから、あなたが離婚って言って動いたら危ないんだよ。ああ、そう、ね。あなたが本気になったら離婚だから。
あーまあスパッといきますね多分これは。そうそう、うん、でも彼がなんかうじうじね離婚だとか言っても構ってほしいだけとか。愛されたいのよ。そう、愛されたいんだ。中二病だから。あ、中二。うん、だけどいやいいんじゃない、とてもあなたを愛してるわよ。あーまあじゃあ愛はあるってこと。もちろんもちろん、うん、愛はあるんだけどちょっとなんかこうどっちかって言ったら甘えたいみたいなところはこの人から見受けられるかな、うん、あなたがね、うん、あ、だからあなたがバンバン自分のやりたい仕事をして、うん、ガンガン稼いだ時にガンガン働いてガンガン稼げばいいんですよ。ただお金があることを絶対言わなきゃいい。だから、お金ないって言っとくの、私一生懸命仕事してるんだけど思ったよりギャラが少なくてとか言って隠しとくの、うん、あ、そうそうね、あの見せちゃダメなんだ。絶対見せちゃダメ。見せるとこいつ怠けるから。ああ。毎年働いてくれるんなら僕ちょっとなんかこの仕事嫌だからやめちゃおうって僕主婦になるよとか言いかねない。いやマジそれですね。はい、ありがとうございました大和先生。いやすごかったね大和先生。え？大和先生すごかったね。もうあなためっちゃ当たっとったよ。もう全然もう忖度なしって言うならもう当てなかった。いや当たりすぎ。いや私本当にもうこれドンピシャだったわ。いやこれ当たってた。もう全部言いたいこと言葉にしてくれた。愛って愛してる言われたって何回言われとったやん。あなたのことを愛してるって。愛してる、うん、俺逆じゃねえのかなって思ったけどね、うん、いやいやいやもう大和先生もう本当に全部当たったよ。あなたもう全部見つかれたし、離婚せって言ったの。私の人生に重荷になるなら重荷になるな、ね、もう捨ててしまえみたいな感じで先生ねはっきり言ってくれたからね。全然重荷になってないし。いや重荷になっとるの。俺がいなけりゃ何も回らない。でこれでブツブツ言うのがめんどくさいちょっとね。もう何言うてもダメ。何一つも合ってなかった。いや合ってた合ってた。もう全部合ってたから。もうあのみんな多分視聴者のことみんな分かってるから。分かってる、うん。ずーっとこのね動画を見てて、あこれだっていうことを今先生がね山本先生全部言ってたんでね。あ違うって。恥ずかしいなってね。いや山本先生マジでおすすめです。はい、次の先生ですかね。はい、じゃ次の先生が、はい、キキ先生です、ね。キキ先生はい。でキキ先生、はい、話し方のテンポ、はい、真ん中、真ん中普通なんじゃないかな。あじゃあさっきの大和先生よりはちょいゆっくりって感じかな。そう、はい、で雰囲気、うん、さっき大和先生はさっぱりの方を振り切ってたでしょ、うんうんうん、じゃなくて明るいの方に振り切ってます。おお、はい、あお電話ありがとうございます。みんなの電話占いキキです。よろしくお願いします。マイです。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、マイさん、それでは早速なんですが、はい、ご相談内容の方を聞かせて願いますか。そうですね、子ども子育てについてちょっとメインで聞きたいですね。子育て、はい、5人子どもがいるんですけど。本当ですか。そうですね。ちょっとその子の頑張られてます。 ありがとうございます。いやもうその子たちのなんかちょっと特徴といいますか、はい、やっぱちょっとそういうところ聞きたいですね。メインでお三方のそれぞれの、はい、お名前と生年月日はい、伺ってもよろしいですか。はい、じゃあ上から一人目が、はい、山田渚。渚さん、はい、大体 の、 その、数秘のところから先に見させていただいていいですか。はい、でその後にタロットカードオラクルカードを使ってその方の、今後だったりみたいなところね、はい、まずは数秘で、お子さん方それぞれの、特徴というか、はい、持っておられる性格みたいなところからちょっと先しっかり見せてもらってもいいですか、ね、はい、はい、お願いします。まず渚さん、はい、バースデーナンバーが3っていう数字をお持ちなんですね、はい、でバースデーナンバー3の強みっていうのが、楽観性というか軽く考えてそうに見えるんですけど、うんうんうん、でも目標達成するまでには着実に土台をこう積み上げていくみたいな、うん、形なんですね、はい、で結構なんとかなるさみたいな、なんかこう姿勢が武器になって周りから見てて大丈夫みたいな感じで見えるかもしれないんですけれども、はいはいはい、でもあの本当になんだろうな、なんとかしていくんですよね。なんとか乗るな、私からなんとかできるっていう本当に実力をこう発揮していく長女さんで、うん、こうバースデーナンバー3だと、はい、その後の4人を引っ張っていける、本当に頼もしい長女さん、ね、頼もしいんだ。へえ。スズホさんは、はい、バースデーナンバー7っていう7、はい、うちなので、スズホさんの強みは洞察力、観察力、洞察力、集中力はずば抜けてますね。ああそうかも、集中力も結構すごい高いんで、うん、めっちゃ当たってる。ですよね、はい、長女と次女のバランス最高です、ね、あんなに喧嘩するのにバランス喧嘩するけどバランスめっちゃいいんだ。
ね、喧嘩はすると思います。あの基本的に真逆というか真反対のところに行って、すそこさんからしたら、はい、渚さんのことが、はい、信じれないんです。なんでこう考えもしないで、こうもっとちゃんと見ないで、そんなにこう考えていけんの、みたいな、私にしたら信じられへんみたいなのがすそこさんなんですけど、はいはい、でもそのすそこさんのその洞察力で、え、どうしよう、いけるかなと思うときにバンって背中を押してくれるのが渚さんみたいな。本当にアクセルで、すそこさんがブレーキみたいな。あ、アクセルとブレーキなんだ。そうなんですよ、めちゃくちゃいい感じです。面白い。でこれが例えばすそこさんが長男だったりとか、はいはい、ブレーキが大きくなっちゃうので、なかなか進みにくいんですけど、渚さんが長女であるっていうところがまたすごい、はい、そうなんや。次の、はい、ひなこちゃん、ひなこちゃんなんですけど、はい、は、バースデーナンバー4なので、はい、ひなこちゃんの、強みは具体性っていう感じで、具体性、はい、もう本当にこうプランをじっくり考えて、もう本当考えて考えて、じっくり考えてこうなる、こういう結果をするためには、まずはここ一歩、ここからよね、みたいな、こんなにバランスのいい、ご兄弟って珍しいですよね。あ、本当ですか？結構いい感じですか？なんかめちゃくちゃいい感じです。そうなんや。なんかこう、なんだろう、どちらかに寄ってしまう、アクセルばっかりに寄ってしまうと、そうなんですよね。それも大変ですよね、アクセルばっか。お仕事でお忙しそうなんですけど、もう本当、舞さんの背中を見て皆さん育ってる、もう舞さんの力にこれからなっていくって感じですね。はい、ということで、ね、今キキ先生の鑑定が終わりました。いやー、すごい当たってた。おもろい、おもろい。自分のことってさ、なんかその納得できん部分ってあるじゃん。表裏がやっぱ人間あるから、子供のことってさ、あーってなることかなり多くない？綺麗にこう受け止めれるっていうかさ。そう、わかる。なんか人からね、見たっていうか。そうそうそう。こっちも客観的に見てるじゃん、子供のことを。あーってつながるよね。そうそう、つながるから、面白いなと思って。まあそのアクセルばっかりでも大変やし、ブレーキばっかりでも大変って感じで、兄弟の、でまあうちはなんかその一番上が、まあ私から見たら大丈夫なんかなっていうところめっちゃあるんですけど、意外と楽観性で、この子が、この子がまあいいやろって子なんで、何でもいいやろっていう子なんで、まあよかっ、良い、なんていうの、まあ兄弟の中でもね、子供のこと聞くのすっごい面白いわ、ね、キキ先生ありがとうございました。本当に続いてね、キキ先生が終わったら最後はミネルヴァ先生なんですね。はい、こんにちは、マイです。お願いします。お電話ありがとうございます。私たちの性格と、あと今、YouTube の仕事をしてるんですけど、まあ、あの発信してるんですけど、それのビジネスパートナーの相性ですかね。旦那と私がビジネスとしてどんなパートナーっていうか、なんか相性を教えてほしい。そかそか、2人でさ、 YouTube の方はされてるんだ。そうですね、今は、はい。毎回がサクサクしてそうな感じだもんね。そうですね、私が割と何でもやっちゃいたいタイプなので、ちょっとオーラ見ててもね、舞ちゃんはとっても器用そうだね。ああ、本当ですか、ありがとうございます、嬉しい。すごいこう感受性が鋭くて、はい、なんかセンスのいい人だから。ああ、嬉しい。やっぱり何でもこう、やっぱり気がついてサカサカって自分ができちゃうみたいなね、ああ、そうかもしれない。結構自己完結しやすい、ね、ああ、そうですね、自己完結で終わっちゃうところ多いですね。ね、だからなんかこう彼が気づかないこととか、そういうことがちょっとムカついたりとかね。あ、そういうの多いです。それで喧嘩になることとか結構多いですね。だよね。ただまあちょっとね、今見てても、はい、結構時期尚早の時に、なんか早くまとまりすぎちゃったかなっていう。ああ、それは感じたことない？ありますね。実はね、舞ちゃんも大志さんもちょっと晩婚型っていうのかな。へえ、はい。いうのかな、総婚型ではなく、まいちゃんなんかやっぱり33ぐらいから、へえ、もっと遅くて38とかやっぱりそのくらいになってくると、なんかお互いに結婚するのにちょうどいい塩梅になってくるっていうのかな、生活的に。だからその前だとやっぱりお互いの個性とか、こうやっぱりね、こう相性が悪いことがちょっと裏目に出やすい時期かもね、今はね。じゃあ10年ぐらい早かったそうだね、その後でも良かったんじゃないかなみたいな。あ、運命の人の場合、まあ
メだから離れるっていうわけじゃなく、うんうんうん、ちょっとうま今はうまくいきにつらいっていう関係が、ご縁がないわけではないから、まあ、辻婚までっていうのは、ならないとは思うけどね。前向きで、こう、ちょっと現代的な女性だね、やっぱりね。なんか YouTuber さんとか、やっぱり向いてると思うよ、舞ちゃんは。嬉しいです。やっぱり新しい業種とか、なんかこう、人を飽きさせないクリエイティブなところとかね。あと若いエネルギーとか、まあそういう、こう、際立つものを持ってるから、芸能人向きだね、完全に。嬉しい。で、大さんの方が、やっぱり舞ちゃんがいるからやってるのかみたいな確かにそうですね、多分、旦那は無理やるな、最初からやるってなったらそういう YouTube とかはできんの、だと思うよ。舞ちゃんがいるからかろうじてこうなんか参加できてるみたいな参加できてる確かにそう、でも表に出るのは多分そんなに好きじゃないと思います、旦那だよね。だと思う。だからなんか逆にちょっとね、結構制作とか、あ、そう、ちょっとね、裏方で頑張っていただいてます今は。ああそうだね、その方が合ってるともう責任感は強いし、勉強する学ぶ能力とかもあるから、学習する能力、でもよく頑張って勉強したりしてます、新しいこととかもね。どうやったら、そこはちょっとこう舞ちゃんに欠ける部分で、舞ちゃん勉強めんどくさいでしょ。勉強めんどくさい。もうしたくない。なるべくしたくない。そうだよね。だから大使さんは結構知恵をあの詰め込んでいける感じがするし。だから海外だったら舞ちゃん結構もうやりたい放題なんだと思うんだけど、結局はなんか海外移住の星とかも出てるから、展開をそっちに移しちゃうのもありだなと。そう、なんか今動画も結構日本だともう、まあ、なんていうんですか、登録者数とかも結構限界やなって思っとって。そう、一時期本当に海外の英語バージョンにして出そうかなっていうのとかも結構考えとったんです。ああいいと思う。あ、いいんだ。舞ちゃんはやっぱり家庭を持って子供を持ってとか、あんまりちょっとそんな感じの人じゃないから、もともと持ってるものがいやでも一応子供5人いるんです、向いてないそうなのよ、多分一人でだったらどんどんなんか世界を飛び回って YouTuber してそうな。で、なんか大一さんがすごくお家と家族を守るみたいな専業主婦で、毎日 YouTuber が家に帰ってきましたみたいな、おおそうだ、大一様みたいな、なんかおしゃれ旅みたいな、すごい向いてそう。おしゃれ旅、あ、旅 Vlog みたいな。そう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 、ちょっと奇抜なこうね、色のなんかお洋服着て、ね、こう海外飛び回るみたいな。はい、ということで鑑定が終わりました。あの先生たちありがとうございました。3人の先生方たち、今新しい媒体のライブとか始めたりとか、まあこれからこの不安定な職業どうなるんだろうっていうところをね、あのメインで聞いたんですけど、まあ、子育てもすごく心が軽くなりました。ピンポイントで教えていただいたというか、すげえ心楽になった。私最後の先生にね、海外のちょっと切れちゃったんですけど、あの海外に行って海外のお友達と YouTube を撮るとヒットするらしいです海外にマブダチ、ソウルメイトができるとそれがまたヒットするらしいので、ちょっと海外にも行ってみようと思いました。あとライブはなんか結構あの Vlog 系とかねがいいっておっしゃってましたね。はい、ということでめっちゃ良かった。今回なんとみんなの電話占いさんからね、合計6000円分の鑑定を無料でお試しできるマイチャンネルコラボ記念クーポンを発行させていただきました。この動画の概要のリンクからね、もしくはこの QR コードから初めて会員登録してくださった方が対象になります。相性のねいい占い師さんとかもね、さっきのところから探せるので、よかったらそこで探してみて、ぜひ占ってみてください。めっちゃ楽しかったし、めっちゃスッキリした。よかったらみんなも試してみてね。バイバーイ。